iPhone の上にみかん刺さってるの初めて見たけど。これいやこれねゴミが入ったらあかんから。いやいやあったあった。まあもうああいやびっくりした。でっかい怖いわ。今回喫茶店を訪れるのはナジャの後輩ドラァグクイーンイルローザとフェミニーナ。はい、というわけで、はい、野田エリアですか。野田エリアすごい駅前のエリアとはちょっと打って変わって、うん、落ち着いた感じの雰囲気ですけれども、今日はこちらですよ。すごいね、昔からな感じの雰囲気やね。読めますか。チャボ。あ、正解です。チャボさんでございます。お邪魔します。お邪魔します。すごい。いや、死んだそうなりそう。好きなほんまに。リアルがやからやめて。ちょっとありえそうやから気をつけてね、お母さん。1979年創業、住宅街の中にある喫茶チャボ。広さはわずか7坪。地元密着の喫茶店で常連さんのちょっとしたたまり場として親しまれています。なんかおすすめのドリンクとかってありますか。もううちの店サイフォンコーヒーしかないんですよ。おすすめサイフォンコーヒー。すごいサイフォンの上にみかん刺さってるの初めて見たけど。これ違うみかんじゃないそれ。いやこれねゴミが入ったらあかんから。ほら鏡餅の上に乗っかってるプラスチックのみかんや。お餅食べてこれだけ残ったの。すいません。お母さんキャラ濃い。サイフォンやからコーヒーってことですね。冷凍はありますよ。あ、私冷凍がいいかな。冷凍ね、はい。その瓶がびっくりするよ。50年ものの瓶。大丈夫。冷凍しようかな。二人とも冷凍コーヒーにしますわ。冷凍で、はい。すごい50年寝かしたコーヒーなんちゃう。瓶見てびっくりしたらダメよ。瓶見て何？いやでもう一個びっくりしたんが、なかなか今もう350円ってないよ。すごくない？だからメニューもこれだけってことね。うん。コーヒー、紅茶、トマトジュースもなかなかないね今。はい、これよ。お宅生まれる前のメニュー。ファンタ。ファンタ。わあ、これ？見るだけよ。私ちょっとホットにしようかな。いいわどっちでもいい。いや嘘それ。なんか。歴史語ってるね。ファンタのフォントとかマークが見たことないもん。そうやね。なんでお母さんこの瓶に入れてるんですか。ねガラスの瓶じゃないと味が変わるんですよ。でこれ分厚いでしょ。5ミリぐらいあるから冷凍の味が変わらないの。もう50年もいよ。54年からこの店やってるから。54年。54年。だから中は50年もんじゃないってことです。ね、それは良かった。中はね、昨日おとついたで。あ、良かった。安心しました。よく出るのよ。大丈夫、ちょいちょいむせてそのまま行ってまいしたけど。大丈夫ですか。じゃあまっすぐ、はい。ストレート。まっすぐ。ストレートのことまっすぐ。まっすぐ。いいですね。移動する一直線。一直線。ああ。冷たいよ。うん。ほんでしっかり酸味があって、あっさりのアイスコーヒーやね。これね、美味しい。うちの豆ね、冷凍だけどね、スマトラいう国からスマトラマンデリンをちょっと入れてる酸味があるから、あんまり入れると原価が高くなるから。あんまり入れすぎるとね。ちょろっと入れてるの。もう生まれも育ちもこの辺なんですか？いや違います。あと九州小倉。あ、小倉生まれの限界育ちよ。すごい。口も悪い、顔も悪い。ああ、わかる。びっくりするわ。あ、これ。なんか用意してくれたはるわ。私よ。小倉いる時。ああ。ほんまや、若いわ。若いやろ。へえ。面影もない。面影や。違う違う。面影もないおかしい。こちらはママが20代前半の頃の写真。小倉の町で水商売を経験した後、30代で大阪に移り住んだそうです。その水商売から夜の世界からその違うところに行ったっていうのは、あのね、若い頃やっぱやんちゃやったから、うん、やっぱり小倉だったらやっぱいろんなややこしい関係があんでのすごいめっちゃ言葉選んで言うてくれてはるけどいいですよ全然好きに言うてもらって大丈夫なんで。ややこしい、まあ私もやっぱある程度店やるとある程度スポンサーがつくでしょ。であんなんでもう嫌で。でもうやめた思って。ああだからもう、ま、みえちゃんも綺麗かったから。いや私はね大阪すごく情緒があってね、うん、すごくいい街だからでも居座ってしまった50年。でもその居座るようになってからもう喫茶店ですか？もうそう喫茶店喫茶学校行って。へえあ喫茶学校なんかあるね。喫茶学校まで行ったのに、えらい感じの和風な。お名前じゃないですか。いや、お父さんがね、滋賀県の生まれで、女の子ができて、女の子いらんわ言うて。で、隣が滋賀県の隣が三重県だから、三重君にしたね。店の名前やね。すごい、よかった。あ、そのお店のね、お店の名前が。漢字二文字じゃないですか。話から。店の名なんでつけたか言うたらね、私も人生いろんな、ありつけるから。雑草寮に生きてきたからだから草で住んだったら雑草寮に生きていこう思って、うん、草かむりがええな思って、お茶の茶が草で考えたらお茶をしたいうのが墓場の方が草かむりでしょ。ピンポーンで割りからちょっと頭いいのよね。なんかいつもねなんか行く先々で食べ物とかをいただいてるんですけど、うちの店食べるもんってトーストしかないんです。あ、もうトースト一本。はい。いいね。じゃあトーストいただいてもいいですか。あ、いいですよ。もう気持ちよく。気持ちよく。元気やわ。でもお客さんも使われて。もうね。あと一枚やからサービスするから。乗っかるぐらいのきっちりどころかはみ出てるから。うん。焼き加減ちょうどいい。あ、そう。食パン。これトーストはおいくらなんですか？トーストだけ売ったら200円だけどね。だいたいモーニングがそのトーストの半分と卵とコーヒーつけて350円。え、ドリンクだけのものと変わらんってことですか？そうよ。え、どういう人がよく来はるんですか？ご近所の人よね。お姉さんもご近所の方ですね。すいませんね、なんかこんな派手な二人が来て。ファンなんですよ。自分の。あ、ちょっと待って。そうですよね。やめる。聞く前に取るのやめ。手出しますんで、どっちがファンかをちょんと触ってもらえますか。目つぶ、お互い目つぶっときましょう。はい。好きやね、そういうの。ああ。触られへんかった？自分が今触った。ほんまに？もうあなたろくな死に方しませんよ。またあんた触った。え、触られた。自分触られたっす。あ、触られた。まあまあそれはオンエアでわかるんちゃいますか。誰が誰を触ったの。お願いがあんねん。はい。何ですか？サインしてこの壁に。壁に？うん。ほんでちょっとロドさん立ってくれる？ほんでびっくりした。めっちゃカウンターの中さ、低いんやと思ったらさ、ちっちゃいだけやねんけど。いや、せいだ。いやあった。まあ。いやー、びっくりした。でっかい。怖いわ。もう、容赦なくいきますよ。このね、灰皿ね、おたるみ汁も書いてもらって。え、3回来たうちのお店。どっかにあるんですか。だからそれ貼った。隠されてるからね。これ格使い。これで格使い。格使いよって。でお客さんにね、じゃあ言うて見せる。見せるね。出る出てない。出た。出てます。いやよかった。ずっとあるわ。サインこれの方がいい。壁に書いてもらって。何も見えない。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。ナジャさんに対してなんかちょっとぶっちゃけ言いたいことがあれば。多分めちゃくちゃこうドラッグクイーンの道具、うん、有り余ってると思うんで後輩にもうちょっと恵んでください。でもね宝物みたいに置いてるから。そうなんです。収集癖あるよね。あるあるある。すごい。ただすごいのがあんなかあってもう何十年やってる衣装とかも、うん、どこに何があるかで分かってるんですよ。だから多分私の予想ね、家で昔の映像とか見ながら笑ってると思う。私この時おもろかったなとかこの時めっちゃショーすごかったなと見てると思うね。怒られるわほんまに。